皆さんこんにちは。専修大学高見高等学校吹奏楽部です、本日はお招きいただきましてありがとうございます、これから少しの間演奏をお楽しみいただきたいと思いますが、最初にお送りした曲は、鈴木英二さんという方が、編曲をしました、ハンズ・アクロス・ザ・シーという曲でございます。本当はこの会場が広ければ我々この曲で実はマーチングをやっておりまして、お見せできればよかったんですが、今日はこの会場ですので、そのみでお送りしております。で、私たちは、県内では数少ない吹奏楽とマーチングを両方やっている団体でして、実は来月の12月の15日には、埼玉スーパーアリーナで、マーチングバンド全国大会というのが開かれるんですが、今年も東北の代表として、出場することが決まりました。実際その大会では30m×30m という非常に広いスペースでマーチングをやるんですけれども、なかなか県内でそのマーチングをご覧いただく機会が少ないんですが、もし何かの機会があればぜひご覧いただきたいと思います。続いての曲ですけれども、西村由紀子さんという日本人の作曲家の方が作りましたブルーベルという曲をお送りいたします。先ほどと違って少しゆったりした曲ですので、ゆったりとお楽しみいただきたいと思います。Thank you.
ましては、これはアメリカの曲なんですけれども、ロースという曲があります。ベッド・ミドラーさんという歌手が歌っていた、曲なんですけれども、もしかしたら、お耳にしたことがあるかもしれません。日本人の方も多くカバーしておりますし、ドラマの主題歌にも使われているんです。ここはちょっとソロ楽器も発表しますので、ぜひご覧いただきたいと思います。それでは
Thank you.
メールをお送りいたしました。次はですね、星出隆さんという方が作りましたブラボーブラスという吹奏楽のために作られた曲なんですけれども、今度は少しアップテンポで明るいノリでですね、吹奏楽をお楽しみいただきたいと思います。それではお送りいたします、ブラボーブラスです。ありがとうございました。ブラボーブラスをお送りいたしました。それでは私たち最後の曲になりますが、最後の曲は
皆様も一緒に吹奏楽と楽しむという曲ではないんですけれども、一緒にですね歌っていただきたいと思います。国歌君が代をですね、ぜひ皆さんと私たち伴奏で